どうも、アダチュートです。この度は4月15日桜川大作戦、たくさんのご声援、そしてですね、ご支援も本当にありがとうございました。皆さんのおかげで素敵なですね日になりました。このね、地元、僕の地元がこの桜川市なんですけども、この桜川市っていうのはそこまで人口も今多くなくてですね、イベントもそんな多い町ではないんですけども、今回4月15日に向けてですね、もういろんな方々がもうつながってつながって、一緒に固くんで、もスタッフさんもツアースタッフも地元の方も市長も、もう商工会も、実行委員会も、もうお店の方々も、もう全桜川市と全ファンの皆様、海外からもねいらしてくれたりしたんですけども、そういう方々、そしてね、もう関係者の皆さんも一つになってですね、この4月15日桜川大作戦アダチュートツアーファイナル終えることができました。本当にこの場をお借りして本当にありがとうございます。ここからですね、この桜川大作戦はですね、地元桜川市を盛り上げていく大プロジェクトとして、いろんな、ね、年間いろんなイベントを組んでいくと思います。そしてね、発表しました通り、2024年ですね、僕のスーマニーの町おこしフェス、アダチアースランドのエピソード0がついに開催される予定でございます。ぜひ皆さんとね、このツアーファイナルなんですけども、ここからアダチアースの第2章が始まりますんで、みんなと一緒にね、常識を覆して町おこしをしていきたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ここからが新たなまた旅が始まると思いますんで、僕の夢も、そしてあなたの夢もですね、そして僕たちの夢も、一緒にですね、この茨城県を盛り上げながら、時には全国海外を盛り上げながら、この壮大なアダチアースプロジェクトをたくさんの人に夢を与えながらですね、進めていきたいと思います。これからもぜひ桜川市を、桜川大作戦を、そしてアダチアースを、そしてアダチユート、そして何より茨城県をよろしくお願いします。茨城大使の、そして、桜川応援大使、そして笠間特別観光大使の足立裕斗でした。これからもよろしくお願いします。本当にありがとう。